はい、ではですね、実際にその観測図、こちらを作成するという場合を見ていきましょう。まあ、この観測図の作成なんですが、GNSS 測量機、GNSS 測量機を使った観測図の作成、それと今回やる TS ですね、トータルステーションを使った観測図の作成、これ両方とも午後のですね、記述式問題で実際にこう観測図を作成させるような問題、こちらが出題されます。し、今からやるようなこの制限の部分というのは午前のですね、択一式のところでも出題がありますので、押さえてください。ちなみに午後の、記述式の方なんですけれども、3級のですね、基準点測量のところ、まあ、こちらが出題されている、例年出題されているという特徴があります。まあ、この後実際にですね、過去問を使って実際にこう観測図を一緒に作成していきますが、その前にですね、この観測図を作るにあたっての注意といいますか、いくつか制限がありますので、それを見ていきます。1級2級3級4級と並んでいるんですが、まずこの制限なんですけども、一つのこの多角網における基地点の数、要はですね、3級の基準点測量だったら2級の基地点みたいな、もう座標値が基地の点を使ってこの網を作っていくわけなんですけども、その基地点の数というものが制限があると。3級4級は3点以上だ、3点あれば他のこの新点というものを設置できるということですね。1級2級に関してもこちら3点以上になります。というのは何かっていうと、新点数を5で割って2を足してあげる、で小数点以下を切り上げですので、新点が1個でもあればですね、3になるということになると。ただし電子基準点のみを基地点とすることが1級2級できますので、その場合はですね、2点以上というふうに制限が緩和されているということになります。また路線の変数、これは以下、辺が短ければ短いほど精度が出ますので、路線の変数というのはなるべく短くなるようになっていると。1級が一番厳しいので5辺以下、続いて6辺7辺以下、4級は括弧書きがありますが、この後ちょっと細かくですね、見ていきます。また間ですね、新点新点あるいは基地点新点間の距離がある場合に接点というものを設けることができます。要は新点でも基地点でもないんですけれども、一つ間にこう点を置くやつですね、接点。接点の間の距離ということで、1級は250メーター以上、2級は150メーター以上、3級は70メーター以上、4級は20メーター以上というようになっていると。このあたりは問題でですね、出題される数字というのがかなり傾向ありますので、問題をやりながら学習されていくと良いでしょう。さらに路線長ということで、一つの路線ですね。路線というのはちなみに何かというと、基地点から基地点まで、あるいは基地点からこの赤い丸が基地点だとして、基地点とですね、間に新点がある、この基地点から基地点までを結ぶ、これが一つの路線ということになります。またですね、こっちに基地点があれば新点までをこのように交点まで結ぶ、これも路線ですね。基地点から交点まで、基地点から交点まで、交点から他の交点まで、みたいな、こういう一本の線、連続した線のことを路線というふうに言います。その路線長なんですけれども、1級の場合はこれは基地点がかなり遠いですので3キロ以下、2級は2キロ以下、3級は1キロ以下、4級は500メーター以下で括弧があるということになります。また路線図形にも制限があると。1級2級は外周角40、胸郭が60度というふうになっていて、外周角が40度以下、胸郭が60度以上ですね。3級4級は外周角が50度以下、胸郭が60度以上と。この外周角と胸郭、一体何でしょうかという話なんですけれども、先にこっち見ていきますが、外周角というのは基地点と基地点を結んであげて、それで新点を見てあげる。青が基地点です。基地点と基地点を結んであげて新点を見てあげる。ここの角度です。ここの角度。
これが3級4級だったら50度以下というふうになっていますけども、要はなるべく外れない、進展と進展を結んだところから、失礼しました、起点と起点を結んだところから進展が外れない、なるべく路線が直線になるという意味になります。一方、胸郭というのは路線の途中の辺、観測、要はその水平角ですね、これがなす角度ということで、ここに機械を置いて、機械点で起地点を高子に、でこちらの交点ですね、進点を高子点に回したときに、こういう水平角を観測することになると思うんですけども、この水平角が60度以上、つまりこれもなるべくこの路線が直線になるようにと、要は鋭角だとですね、直線になってないですよね、広げてあげることによって直線に近くなってきますので、なるべくこの路線というのが直線になるようにというのが、この路線付け、外周角と胸郭に制限がある意味ということになります。で、戻りますけども、4級には路線の変数、それと路線長ですね、こちらにそれぞれ括弧書きがあります。この括弧書き何かというと、電子基準点のみを基地点として設置された基準点、これを基準点とした、要はこれを基地点とした4級の基準点測量をするときに、2級のトータルステーションですね、これを使用することで括弧書きに緩和されるということがあります。括弧内の数値となります。なので本来は路線の変数10辺以下まで要求するんですけども、15辺以下でいいと、路線長も500メートル以下を要求しているんですが、それが700メートル以下でいいというようにですね、このように制限が緩和されるということになります。で、午後の方はですね、3級の基準点測量、こちらが出題されるわけなんですけれども、まあざっくり言うと、今の上の制限を図でまとめると以下のような観測図になってきます。一つの路線というのは1キロ以下で、接点間の距離というのは70メートル以上、黒点が接点ですね。またこういった接点だけではなくて、変身点を設けることもあります。変身、質が効かないときに変身するってやつですね、変身点を設ける。さらに基地点の数は3点以上必要ですし、外周角胸郭はなるべく路線がこの直線になるように設定しなければならないということになると。じゃあこれを踏まえてですね、ここまでの知識は午前の択一のところで、同じようなものがですね、何度も出題されるわけなんですけども、これを使って、この制限を使って効率的な観測図、これを作図するというのが午後試験で出題されるということになります。ということで、その効率的なですね、観測図の作成方法、これを次のチャプターで見ていきましょう。以上です。はい、ではですね、午後の記述で問われる観測図の作成、これについて見ていきましょう。なるべく効率的な観測図を作成せよという問題が出題されるわけなんですけれども、まあですね、要はその最適な答えというのは当然あるんですが、答えは一つではないです。ですが、このやり方というものをその手順ごとにやっていただくと、一番その効率的なですね、観測図が作成することができますので、このやり方をぜひですね、覚えていただく。これうまい下手非常に出てくるんでね。で、これをやっていただくと模範解答通りの答えが出るということになります。見ていきましょう。はい、実際にこの後過去問を使っても見ていきます。まず条件を確認してください、そもそも何級の基準点測量なのか、さっき言ったような3級の基準点測量というのが問題では出題されるんですが、一つその条件というものを確認する。そしたら基地点数ですね、3点以上とか、変数、トータルステーションの数、トータルステーションの数というのは、要は一つの距離と角度の観測っていうのを順々にやっていくという意味です。だから基本的にはトータルステーションの数っていうのは問題では1個になっていると。で、質が効くのか効かないのか、質が効かなければそこの間は試準がこう通りませんので、別の路線を設定してあげる必要っていうのも出てきます。
あとは変身点接点を設けるのか、まあ、基本的には変身点接点というのは設けないというのが条件になっています。さらに厳密の毛平均計算、これをするのかしないのか、このも毛の平均計算もするというのが条件になっていることが多いです。それから何も書いてないか、これどういうことかというと、この厳密の水平毛の平均計算をするね、やるというふうに条件で書いてある場合は、まあ、簡単に言うと基地点の方向角の取り付け観測が不要というふうに返してください。まあ、つまりどういうことかというと、基地点と進点でこうやって路線を作っていますが、この進点に機械を置いてそれぞれの距離、それと水平角を観測してあげればよくて、基地点から別の基地点までの方向ですね、これを見る必要はない。方向角の取り付け観測、これが不要ということになります。なのでこの進点からの距離と水平角の観測があればよいということですね。まあ、そういうですね、まず条件というものを確認してあげるのが丸1で、丸2、外周角と橋角にはそれぞれ制限がありますので、基地点から基地点まで、あるいは基地点から交点までなるべく直線になる路線、これをまず探します。この路線がベースになると、毛の中のですねベースになるというふうに考えてください。はい。でこの毛で足らなければ他に進点があるのであれば、次に路線と路線の交点を検討していきます。一回この基地点基地点の路線で座標値を確定させてあげて、その確定した点に向けて基地点からその交点までのまた別の路線を設定してあげるということですね。交点に向けて、まあ、距離を観測していくわけなんですけども、一つこの交点のポイントなんですが、交点については双方向から水平角を観測してあげる必要があります。距離はこういう、点から点の直線にこう矢尻をつけてあげて、どっちからどっちの距離を観測しているのかっていうのを観測図で書くような問題が出るんですけども、距離は双方からする必要がありませんし、まあ、水平角もですね、片方の水平角を観測すればいいんですが、交点に関しては、まあ、例えばですね、この点が、この進点が交点になっているのであれば、交点に関してはこのように双方から水平角、こちらをですね、観測してあげる必要があります。ここが結構見落としやすいポイントですね。また進点を交点にする場合はこんな感じでいいんですけれども、基地点を交点とするケースもあります。基地点基地点で進点、こういう路線があって、ここにこうやって進点に交点をする場合は左の図と一緒なんですけれども、別のですね基地点がこちらにあって、で進点ここにあるみたいな、こういう場合ここでこうやって進点につなげちゃうと鋭角になってしまうので、基地点にこうつなげてあげるた方が直線が取れるいうようなケースがあります。こういう場合基地点が交点になる。そうするとですね、基地点というのは交点になりません。なので進点と進点をつないであげる、そういった観測をする必要があります。高くまでやったところの A 型ってやつですね、 A 型、その A 型で観測してあげる必要があると。でこの A 型の観測の時なんですけれども、まあ、注意なのはこの頂点となる基地点、こっから距離とそれと両方の路線の水平角方向、まあ、こいつをこう観測してあげると、いうことになります。はい。ということで、まあ、ちょっとまとめると、まず制限を確認する。特に指数が引かなかったら、路線の設定に影響がありますので要注意です。
まあ、その他のところは、過去問でですね、同じような条件が出題されますので、なんか違う条件ないかなというところを見てあげる程度で良いでしょう。そして丸2、これがベースになるんですけども、なるべく直線になる基地点から基地点の路線というものを探してあげます。で、探した上で交点を取ってあげる。交点が真点なのであれば双方から水平角を観測する。基地点は基地点になる、交点が基地点となる場合は A 型のものになりますので、頂点となる基地点からは距離と方向を観測するということになります。じゃあですね、実際にこれ、この後過去問を使って、今のやり方ですね、これを実践して、これをできるようにしておきましょうということになります。以上です。はい、では、令和2年、それと平成30年、こちらの午後で出題された観測図の作り方の問題、各問題、これについて実際に先ほどですね、学習した効率的な書き方ができるのかどうなのかというのをですね、まあ、実際の問題を使ってやっていきましょう。まあ、実際の過去問を見ていただくと分かるんですけども、ちょっとですね、簡単にというか、本質ではない部分を削除して、シンプルにですね、この問題をまず変えています。見ていきましょう。はい、2級基準点を季節で、3級基準点を新設なので3級の基準点測量になります。で、以下の条件を考慮して判例に基づいて観測図を作成せよと。トータルステーションは1台、質は良好、接点は設置しない、変身点には何も書いていないので、これは設置しないということになります。幻滅水平網の平均計算を行う、角度の取り付け観測はしないということですね。はい、では令和2年の方から見ていきましょう。まず基地点と新点をつないで、さらに最終的に基地点に行くようなのの中で、なるべく直線的な路線、これを探してあげます。なので、例えばいろんな路線ありますよね。こういうものは直線的ではないですよね。まあ、考えられるものとして、こうとか、あるいはこうとか、ですね。これを見ると、まあ、一番直線的なのはここの、基地点、新点、新点、基地点の路線じゃないですかね。なので、これをまずベースにしましょう。また3級基準点測量ですので、2級基準点は3つ以上なので、3つを使うのがベストです。4つ白丸の2級基準点書いていますが、1個は使わなくていいわけですね。で、この路線をベースに、じゃあ次、今度こちらの新点が残っていますので、これもこっちにつなげちゃうと鋭角なので、こうすべきでしょう。そうすると新点を交点とした路線が2つこう出来上がります。これでもう作ってあげれば良いでしょう。で、ここの基地点というのはもう、2級基準点3点使っているので使わないということになると。だ、これがまずは設計図というかベースになるわけですね。じゃあこれで実際に書いていきましょう。まずこちらに機械を置いてあげて、基地点へのバックを取ってあげます。取り付け観測いらないので、こちらからこのように距離を観測してあげれば OK。 距離は直線に矢印で方向を示してあげます。一方、水平角というのはその直線と直線の間を右回りで矢印で書いてあげるということですね。この判例に従って書いていくと。で、今度こちらを格子にしてあげると。で、距離を観測してあげて、ちょっと汚く距離を観測してあげて、基地点をバックに水平角を取ってあげると、まあ、こんな感じですね。それで機械を今度こちらに持ってきて、こちらに、距離を取ってあげると、で、これを格子に、はい、角度をこう観測してあげるということになります。まあ、これで1本の路線が完成ですね。その後、今度じゃあ交点につなぐもう一個の路線を見ていきましょう。今度はここの
産休基準点新点に機械を置いてあげて、これを講師に取ってあげて、ぐるっと交点に向けて、はい、距離と角度、これを観測してあげるということになります。で、これでは実は足んないんですね。うん、何かというと、交点はこれ双方向から双方からですね、角度を観測する必要がありますので、実はここでもう一個この矢印が入ったわけですね。うん、そうするとここの路線については双方から角度を測っていますので、これで OK 完成。これがまあ最もですね、この図では効率的な観測図ということになります。はい、じゃあついでに、まあ、それでいうと辺の数とか、あとは路線長とかですね、こういうものは一番効率的なものを書いていくと、自然とその制限っていうのは、その制限内に入るような問題にはなっています。要はまたね、別のなんか進展を探すとか、起点を探すとか、そういったところまでは要求されていないです。じゃあ次に、平成30年の問題を見ていきましょう。まあ、これもなるべくこう直線となるようなものを探してあげるわけですね。いろいろありますよね。例えば、ここなんてかなりこう直線ですよね。他にも基地点進展だとこれとかこれとかも直線ではないでしょうか。で、こういった直線のものを見ていくと、これは A 型が良さそうです。要はその基地点を頂点として路線と路線をこうつなぐようなやつですね。その場合 A 型は間に進展進展の路線というものを作んなければならない。でこれをやると2級基準点が3点になりますので、残り2点は使わずにこれで効率よく観測ができそうです。じゃあこれでですね、観測図を作っていきましょう。頂点があるような A 型ですので、その頂点から距離と角度、まずこれを観測する必要があるということに注意します。これがスタートですね。で、その上で、じゃあここからいきましょうか。こちらを距離を見てあげて、機械を振ってあげると。こちらからも、まあこちらも基地点までのですね、距離は一番最初に観測していますので、角度だけで OK。ですね。はい、これが一つで、もう一個が今度こっちですね、こちらから距離を見てあげて、ここも距離を見てあげて角度を振ってあげると。でこちらは、まあ、両方とも距離は見ているので角度だけでいいでしょう、ですね。これでここ2つができたと。で次、こことここをつないで A 型にしてあげる必要があります。これ交点になりますので、双方から、まあ、距離はどっちからでもいいですけども、双方からですね、角度を見てあげる必要があるので、ここの観測が必要だし、ここも一度ここで角度を観測してあげる必要があったということですね。はい、これで効率的な、観測図が作成することができたというふうになります。いいですね。まあ、基本的にはこの2つの問題の類型が出題されていますので、実際ですね、この後過去問を解いていく段階でちゃんとできるかなとか、あるいはその効率的な観測図のやり方のフローが自分の中でしっかりできているのかなというものを確認しながら何回か書いてみてですね、正しいものを書けるようにしてみてください。はい、ということで以上です。